まずは、まあ、基本は皆さんの関心は、予算のことだとは思いますが、予算の、内容について、説明させていただきたいと思います。まずあの、具体的な中身については担当部長の方から、それぞれご説明申し上げることにして、最初に全体の考え方についてお話をさせていただきます。令和2年度は、ご地層の、最終年度になります。諸施策の、進展を図りながら、まあ、時期総合計画の策定に向けての方向づけをしていく、まあ、そういった意味では新たな都市を見据えた施策の展開も図っていくという年となります。キャッチフレーズにつきましては、お手元の資料にもございますように、未来をつくる持続可能なまちづくりにエールであります。まあ、エールという言葉を使わせていただいたのはもちろん、3月30日から連続で協議して始まりますエール、それに、本市が大きく関わっているということに、ありますが、もう一つは未来に向かって頑張ろうという、いろんなチャレンジをしていく人たちに向けて特に、応援をしていきたいというそういう取り組みを、していくということでありまして、それを使わせていただくということです。またあの、全体の理念としては SDGs に沿った、取り組みの推進を図っていくということ、まあ、従って誰一人、取り残さないという持続可能なまちづくりを目指したものと考えています。新年度予算の内容でございますが、一般会計の予算規模は、昨年度より、若干多くなりまして、一昨年度が、これまでの最高予算だったんですが、昨年ちょっと減った後また今回ちょっと増えまして、規模としては過去最大となりました。歳入の方は税制改正の影響、これはあの市民法人市民税が、税率が変わったことで大きく落ち込んでおります。その一方、市税全体としては、まあ、個人市民税であったり固定資産税であったりが増加するということで、残年度並みの税収の見込みでございます。まあ、一方でですね、普通交付で今年も不幸にして不交付団体となったという、なんこれダジャレでいつも言っていて誰も理解してもらえない、あの本当は少しもらえるのに調整枠として切られてもらえなくなったために不交付団体、不幸な不交付団体、こういう言い方してるんですけども、だったんですが、来年は一応、計算していってみますと、もうちょっとだけ余裕がある、一応プラスの不交付団体という、見込みでございますので、計上をしておりません。そういった意味では、これまで以上に厳しい歳入状況になるというふうに言えると思います。一方、歳出は、この歳入状況を考えまして、引き続き事業の、選択と重点化、これに努めました。限られた財源を基本計画事業、その中でも特に本市を取り巻きます社会的課題に重点的に集中して、一つは切れ目のない子育て支援の取り組み、二つ目、未来を担う人づくりの取り組み、そして三つ目、環境を守り未来へつなぐための取り組み、そして四つ目は、今年らしい交流とおもてなしの取り組み、この四つの取り組みに一点を置いた予算編成となりました。主な事業でございますが、まず子育て支援につきましては、本市独自の施策を新たに展開していくことにしております。まずは、1点目は、1歳から中学3年生まで、そして受験期の高校3年生を対象といたしまして、インフルエンザワクチン接種にかかる費用の助成を開始いたします。子ども医療費助成の対象につきましても、入院医療費につきましては18歳までの、と拡大をしてまいります。参るものとなっています。またあの、なんていうかな、生まれる子どもが少なくて、減ってきて本当に去年の数字を見ると辛い数字になっておりますので、少しでも、お役に立てればということで、特定不妊治療への助成につきまして、所得制限の撤廃、それから補助額の上乗せという拡充を行ってまいる。また、放課後の待機児童の、ゼロという、目標に向けまして、公営児童クラブが6カ所、民営助力児童クラブが1カ所、新設をいたし、合わせて 7クラブの新設、それに、公営児童クラブで4クラブの定員を増やしてまいるよということとしております。